山形忠し号。山形忠し号。山形正国。生後。山形。1891年。明治24年2月15日1945年。昭和20年3月17日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍大将。山口県出身。1911年。明治44年7月。海軍兵学校39期を。 石寺五番で卒業。伊藤聖一、遠藤貴一、高木武夫、そして山形本人も含めたこの木の四大将は、全員中将で戦死し、死後に大将に特進している。遠洋航海を終えて1912年、明治45年3月より、カトリの陸に任じられ、宝術、水来学校生徒を挟んで、宗谷、宗、小日、平戸、浜風に、 相次いで乗り組んだ。この間は主に水雷担当が多く、後に航空に転じても、戦闘機、偵察機より、爆撃機、雷撃機を重視したことの下地になっている。1917年、大正6年12月、大医に進級すると、海軍大学校をつしに入校。翌年4月に、水雷学校高等科に転じ、軍政、軍令よりも、現場で、 水雷術を極めることを決意する。優等で卒業後も欅乗組東文隊長、ヤ風水雷長、有明駆逐艦長と水雷一筋に励んでいる。1922年、大正11年12月に海軍大学校講師に入校し、さらに水雷術に磨きをかけた。卒業後も山城水雷長、横須賀高正造兵部検査官。 佐世保交渉総務部員として、魚雷開発、製造の現場で極むを積み、水雷屋として、将来を職望される身となった。昭和2年より1年半にわたって、イギリスに出張し、造兵監督官として魚雷に加えて、嫌い、爆雷の研究や、爽快術の見分を深めた。水雷屋一本槍だった山形が、航空に転じるのは、 大佐昇進を目前にした1932年、昭和7年の人事異動である。航空本部に出資を命じられ、総務部員に迎え入れられた。海軍の傍流である航空に違和感を覚えていた山形だったが、同じく水雷出身の松山茂航空本部長が航空来撃の実現を目指して研究を推進していたことから、率先して、 航空魚雷と雷撃機の計画に参入するようになった。松山や山形の努力の結晶が、後に、世界初の都洋爆撃を達成する、中高こと96式陸上攻撃機である。1934年、昭和9年11月の定期移動で、山形は最初で最後の艦長職を、空母法省で務める。法省には、第一次上海事変、 日華事変で戦果を出してはいたが、山形が着任していた期間は、日中関係が膠着しており、実戦に投入されることなく、上海方面への自意公開を一度実施しただけで、平穏な日々を過ごしている。1935年、昭和10年の定期移動で、航空省総務部長として指導的立場となる。さらに1936年、昭和11年に、 海軍大学校に招聘され、航空教官となった。当時の大学校では、前任の航空教官だった、各留め中佐が主張する、航空主兵論に対する反発が強かった。各の後継者となった山形は、研究者、現場指揮者の経験を踏まえ、さらに航空主兵論を具体的に考察し、指導した。やがて、大西滝次郎や別府と明航空現場上がりの、 後輩が出世し、山形を支持する勢力となった。教官時代から航空本部員時代にかけての昭和11から13年頃には、前言溶撃作戦に航空兵力をフル活用する講演を重ね、戦艦不要論、基地航空隊拡充、飛行艇支援艦,艦艇の採用など、斬新な航空兵力強化を提言した。ただし、大撃機、 爆撃機優先の傾向が強く、陸上基地で運用する大型陸上機に使命を託す論調が強かったため、山形から停止された空母戦闘機の隊員からは不評であった。また、ドイツ空軍創立に影響を受けた陸軍から空軍独立の提案が出された際には、航空屋としては歓迎だが、空軍が活躍すれば海軍が不要になる結果を、生ずる以上、 海軍組織を維持するためには空軍独立を認めない見解を示し航空主兵論者を落胆させた。また空軍設立を提案する以上は目視目標がない洋上での航空術を陸軍飛行隊にも施すべきする難題を陸軍にぶつけ空軍独立を断念させる原因を作った。1938年昭和13年に少々へ昇進し 部隊司令官となる。河南中流航空隊として関西機で編成した第3連合航空隊司令官に任じられ、河南方面で爆撃、偵察を推進した。1940年、昭和14年12月にまたも、航空本部に戻り、総務部長として1940年、昭和17年3月まで航空隊編成、新型機開発を指導した。この時、 海軍省から配当される兵器用資材が管制本部に掌握され航空本部に必要量が回されないことに功を煮やし航空本部独自の資材調達ルートを確立させるため小玉機関を不活用したと言われる昭和17年4月にラバウルの第26航空戦隊司令官に任じられたがこれが山形にとって最後の航空部隊式となった 着任から1ヶ月後、中将に昇進したものの、中将が指揮すべき、航空艦隊司令長官はすべて満席で、1943年、昭和18年6月に、山形は高尾警備府司令長官に回された。戦場から、遥か後方の台湾は平穏そのものであった。しかしこの年、オーストラリアに脱出していたマッカーサーは犯行の準備を整え、 フィリピン奪還に向けて活動を始めた。そこで海軍は反抗ルートと想定される西ニューギニアに第9艦隊、東インドネシアに第4南遣い艦隊を新設し、マッカーサーを正面から迎え撃つことにした。11月第9艦隊を遠藤キ一第4南遣い艦隊を山形に指揮させることにし、 上海と台湾で平穏に過ごしていた三十九期コンビは、いきなり最前線指揮官に引きずり出された。1944年、昭和19年5月、マッカーサーは遠藤率いる第9艦隊を全力で撃滅し、遠藤は玉砕した。次は、我が三家と決意した山形だったが、マッカーサーは、半年の準備期間を経て、第四、南津海艦隊が待ち受ける東。 インドネシアを無視し、フィリピンに直接上陸した。山形絵画第四、南図解艦隊は、遊兵化し、1945年、昭和20年3月をもって選挙区になんら、貢献することなく解散ることが決まった。帰国命令を受け、山形は、失意のうちに、内地向けの輸送機に乗り込んだ。台湾による予定だったが、飛行艇の乗組員たちは、 米軍機動部隊が接近しているため無謀であると、諌めていた。山形が登場した九十七式飛行艇は、事故のために、中国大陸の復讐付近に不時期した。三月十七日、旅衆の恥ずかしめを受けざる決意をした山形は自決し、大本営はこれを戦死とみなして、大将に特進し追悼した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。